はい、こんにちは、ほのです。今ですね、ちょっと緊急で動画を回してるんですけど、関東を中心に活動して、いろいろ盛り上がってっていうふうにやってた女性用風俗みかどなんですけど、これからね、東海エリアの方でも、名古屋の方にも力を入れていきたいなっていうことで、ちょっと今、他店で、すごい大手のところで、いろいろランカーのセラピストを輩出したりとか、すごい活躍されていた一色類先生とタッグを組んで、これからやっていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、今日はちょうど、講師の一色類先生が来てくれているので、いろいろお話を聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。名古屋店講師の一色類です。よろしくお願いします。お願いします。聞くところによると、はい、それこそ大手の店舗で、女性用風俗店の講師を1年から1年半ぐらいやってたみたいな風に聞いてたんですけど、どういう風な経緯で女風の講師をやろうっていう風になったんですか？もともと自分が長いこと風俗業界にいて、はい、それこそ本当16年ぐらい風俗にいましたので、もともと裏方に回りたかった。お、16年やってたけど、そうそう、はい、途中から裏方に回りたいなっていうのはずっと思ってて、はい、でもなかなかねそういう機会ってなくって、やっぱ自分の中 でその時にたまたま女性講師募集っていうのを見て、そこにたどり着いて今みたいな感じなのかな。ちなみに風俗ってのはどこまで聞いていいことあるんですけど、16年、いわゆるヘルスみたいなのどうですか？で、店舗型のヘルスもデリバリーヘルスも、その後ソープも行ったし、一通り一通りいろんなジャンルはやってきました。そこで学んだ好きではじゃないけど、へえ、じゃあもう、女王様ですね、夜の仕事の。全然、はい、でも、なんか、はい、ね、今、まさかのね、女性用風俗って、逆のね、こういう接客スタイルが、こんな表立って来る時代が来るなんて思ってなかったから、確かに16年っていうと、それこそ、レイ先生が、風俗の業界に飛び込んできた時とかっていうのは全然そんなない、はい、この業界はあったけど、多分全然表立ってもなかったし、その当時の多分いわゆる今のセラピストさんたちっていうのは、はい、多分めちゃくちゃ大変だったと思う。話を聞いてるだけでも16年前、はい、だから、はい、逆に今こんだけ表に、ね、女性用風俗っていうのが出てきてるっていうので、本当に昔に比べたら全然男性側も表立って稼げる時代が来たんだなって思う。そんなこの女性風俗が盛り上がってくるっていう渦中の中、大手の店舗でいろいろ教えて、いろんなセラピスト輩出してやってたと思うんですけど、その中で女性に接客するっていうか、それを教えるっていうことで、なんか意識してたこととかってありますか？難しいね、意識ってねそこまでないんだよね、私の中で。長いことそういう業界にいたせいで、はい、多分私は当たり前のことしかお伝えしないのかも。それこそ自分が接客してきた中で、当たり前にやってきたことっていう、そうなんだろう、風俗だから、はい、別にこの程度でいいやとか、風俗だからこんなもんでいいでしょうっていう接客ってないと思うんだよね、正直。普通の別に接客業、それが何を売ってるものとしても、普通の接客業と風俗って何も変わりがないから、接客として。で、家庭は違えど結果は同じだから、提供するものが違うだけだから、だから接客としても当たり前、忘れちゃいけない基本ベース、人にサービスを届けるっていう、そういうことを別に私は本当お伝えさせてもらうだけ、でもそこもできてないっていうのはスタート地点にすら立ってないっていうのは本当多分そうなのかな。人とのコミュニケーションもそうだし、やっぱ女性に対する接客もそうだし、本当に意外とね、みんな当たり前のことって難しかったりする部分ってあるから、提供することによって、はい、細かいかもしれないけど、だから結構私はそんな感じなのかな、当たり前のことをお伝えする。でも多分お伝えしてるうちに、本当にそれを理解して納得してくれる人は、あ、確かに全部当たり前のことですねって言ってくれるから、そうなんだよって、対接客業って多分
当たり前の基本ベース、うん、うん、それができてからですもんね、その自分の魅力を。そう、あとはもう性技だったりとか、はい、でそれに提供するもの、結果的に、うん、そういうものに関してはやっぱし十人十色で、ね、いろんなやり方があるから、はい、ただ基本ベースの接客のね、基本ベースってやっぱし変わらずみんなね、やっぱあると思うから、それは、うん、どんな仕事でも変わりないかなっていう。なるほど。だから多分納得してもらいやすいかも。ああ、うん、理解してもらいやすいことしか私は、うん、誰にとっても絶対必要であること。そう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 、そういうことを教えていく中でも、うん、やっぱ中には売れていく人がいて、うんうん、中にはあんまり結果が出せないで終わっちゃうっていう方がいると思うんですけど、そこの違いとかっていうふうにあのはどういうふうに感じてました？教えていく中でこういう人が売れるなみたいなってありました？でもやっぱ仕事に対するやる気と向上心は、はい、うん、一緒にいる時間でなんとなく伝わるものってあるなって思う、はい、姿勢もそうだし、はい、ひたむきにすごいこういうことって、じゃあこういう場合どうしたらいいんだろうとか、やっぱいろんな疑問をちゃんと抱ける人、はい、うん、ってちょっとやっぱ独特な世界だから風俗って、飛び込んできてもらうわけだから、いろんな私が一個一個お伝えすることに関して一つ一つをきちっと自分の中で理解してってくれる人で、そっからじゃあどうやってやってこう、こうやってやってこうっていうのをちゃんと自分で考えれる人、うん、が、うん、やっぱし伸びるなって。うん、でも、はい、元々でも持ってるスキルっていうのももちろんね、まあ、それはあるけど、それこそ接客してってお客様からどういう風に言われたとか、この人に対してはこういう風にした方がいい なとかって自分での試行錯誤みたいなのがないと、うん、はい、できないと自分のサービス自体もこう進んでいかないと思うんで、向上していかないと思うんで、そこは大事かなっていうふうには思いましたか。とやっぱだから柔軟性、あ、やっぱり、はい、うん、臨機応変に対応できる柔軟性は、うん、ある人の方がやっぱりいろんな人がいるから、あ、もちろん、うん、そう、はい、それに対して、うん、きちっと対応できるっていうやっぱ引き出しをたくさん持ってる人、うん、引き出しはやっぱ大事だなって、はい、うん、絶対ってないからね、はい、うん、そう、そんなね、なんかいいことばっかも言えないし、うん、本当にその人その人だけど、まあ、やっぱ柔軟性と向上心は大事なのかなって。ありがとうございます、うん。